信ずるもの、会えるおっと力強い言葉で始まりましたけども。嬉しいことありましたね。どうしましたね、二日、三日前かな。うん。あの、ね、楽屋にね、うん。いたらトントンって聞こえて、うん。ガチャ、はい言うたら、藤森さん来ました来てたよ。いや、そんな、そういそんな、いやいや、その、 あなた病室におったわけじゃないです病室に野球選手来たぐらい喜んでていやけどあの時なうちめっちゃお腹痛かったやんそうやね朝からなんか前の日かそうそうてうそ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 けどうそ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 うけどそうそうそうなうそ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 ううそうそう もうほぼ楽屋が病室やったんやん。いや、あの、四 <laughs> <laughs> つん這いになってたんからずっと<あ>。<laughs> 村上ってこんな、折りたためんやつって思った。<laughs> <laughs> もう縮こまるとかじゃなくて <laughs>。 思い出したわなんかあの新聞紙もさ、うん、24回折ったら月まで行けるみたいなやつあるでしょ<ー>半分の半分でっていうモ、うん、それあんけどそれを思い出したよ村上を何回畳んだら月まで行けるんやろうなっていうぐらい <laughs>、うん、その腹痛をねそうそうそう忘れてたわけだけど忘れてたんやけどこれはどうなるんやとうん、うん、その収録があったから、はいうん、これからまあ収録でね、うん 90分、まあ、120分ぐらい喋らなあかんけどどうなんねやろって言ってもう村上がもう打ち合わせも,もうままならんぐらいの感じでやばいなーって言っとってうん、うん、ほんで藤森さん来たら嬉、うん、しい藤藤森森さん藤森さんん <laughs> うちの元に藤森さん <laughs> ちょっと聞くところによると、うん、バレンタインで来てもらう ことになってたらしいやもともとね、その予定があったんですけど。きましたよ。だからもうこれに関しては私が本当に謝らないといけないね。まジ邪魔してるやん。恋路をね、邪魔してる可能性あります。ただ、そのバレンタインで、このヤンタンを介して藤森さんとね、接触したら、もう完全にオフィシャルの行為みたいなことになりますよ。 たは働いてもうはいはい表の商品化する片思いなんですねということを食い止めたとも取れるからね私幼なじみやおジ幼なじみあんたええんかここでそうやな多分虫の知らせじゃないけど村上のこの藤森さんへの愛を商品化していいんかってそれを考えての私はもうホテル療養やからね そこまで考えてるからね。でまあそのねバレンタインの時にせっかくお声かけいただいてたのにごめんねっていうもうそれだけのために来てくれましたからね優しい人ですよねそんなん別にお忙しいからねしゃあないんやけど「ごめんね」って「またなんかあったよろしくね」って YouTube とか呼んでねみたいな言ってたよ言ってたよあんたいいアシストしてたよ。 してたよね。そうなったら、もし来てくれるのであれば、そのユーチューブに来てくれるのであれば。もうちょめちょめですよと、ああ、言いましたよ。オッケーって言ったよね。言ってる。そのオッケーの言い方は。カメラ回ってる時のオッケー、やったけど。それをね、楽屋前でやってくれるっていうのが、かなり良かったけどね。で、あれで、ある程度、その収録の。 前半20分ぐらいは持ったのにね藤森パワーで持ちました <laughs> ただその後もう思っきり切れたの <laughs> もう仮初めの薬やったから多分みんな立っててうちだけ座ってるみたいなシーンあると思うあるあるある <うん S 2> あの芸人の中に彫り込まれた女優みたいになってた <laughs> みんなで立ち上がらなあかんところもう座りっぱなしやったけどなちょっと前かがみで前かがみで村上もねえ春も痛くなりますけどもええ全然調子はもう戻りましたから戻りましたよ元気にね今日はもう企画がありますから言うてもそうだからなもう言えば何でも叶うのよなるほどうんそうねそうこれはそれはあれですか 言葉を返せばその藤森以上も行くと。行けるよと。そっちがいいなら、うちもじゃあこっちも手出しますよと。なるほど。序章だということでございますね。だからもっと上の人を狙えるよっていうこと。あ、全然上見てない。下しか見てない。下しか見てない。から。藤森さんでもっと行けるってなったわけじゃないやじゃなくて、その今日この企画をするにあたり、そのみんな応募してくれたやつ、 ってガンガン来てくれたら、うん、うち全然差しで合うよってああもう扉は開いてるってそうさんによってちょっとまあ扉が開いてうよっていうえう <laughs> と、うそ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 